こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今回からごめんをやっていきます。もう難しくなってくるかな。で、ごめんは確か雲の上のステージが多かったんだよな。ゴーワールド1、雪の雷授業。あ、雪のステージか、滑るのかな、足。わー、背景がいいな、これ。これはちょっと、やっぱりこう画面全…うわ、こんな悪いことするやつがいる。パワーウェイブ。うわ、うわ、うわ。え、でもあいつ普通に雲食べたら一撃。うわ、弱。意外に弱かった。これちょっと画面全体が雪まみれになってるので、ちょっとエンコードで画質が落ちてるかもしれないです。こういうのを実況業界ではエンコード殺しと言います。これどうするんだ、普通に飛んでればいいのかな。なんだろう、このこいつなんだ、踏む。ああ、あー、マリオワールド3にいた、なんつったっけな、ガボン、違う、フーリガン、なんだっけ、ガボンかフーリガンかどっちかの名前。口から玉ころ吐いて投げてくる。うーわ、うーわ、うーわ、さすがごめんの洗礼を浴びている。ちょっとアップな、ちょっと落ち着こう。ガボンかフーリガンだった気がする。あ、面白い。弾生成する。あーあったかごはん、あったかごはん。危ないですね。で、鍵。ごめん、もうすごい難しくなってきたわ。うわうわうわ、もうこいつ大嫌い。こいつダメージ与えてる途中は、あ、違うんだ、無敵時間発生するのかと思った。うわ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 、ほ、無視でいいか。よよ、なんだ、星か。うわ、誰が、お、誰が押してく、誰が押してくるんだ。いや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 、お前ジュエブ言いすぎ。あ、そっち気になるな。あ、ペンギンがいる、あ、ペンギンがいる。かわいそう。兵法が下に固まってる。スターか。これスイカってなんかもったいぶって使わないでいるとそれで終わっちゃうんだよな。ええー、いった。ああ、これで6個出たから、そろそろ鍵があってもいいのでは。あ、ない。くそ、あぶね、あぶね、あぶね。これなんだっけ、ヒップドロップの振動で落ちるんだっけ。あ、違う、叩くのか。うわ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 、パリン。これはこう壊して進む。危ない、邪魔なところは凍らしていく。うわ、いいところに落ちる。うわ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 、ペンギンさん邪魔。これお花凍らして、うわくそ、うわ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 、せっかく星のお守りが、あ、はてな取り忘れたし、雪降ってるし。ペンギンとペンギンぶつければ、あ、いやだ、こっちだな。爆発して死ぬのか。いよ、ムカつく。あいつの笑い声がムカつく。あ、しょんぼり。やばいやばい、あ、爆発した。あ、
おお、一人時間差的な。あいつマジで邪魔。よし、これで今回は星マックスまで行きたいな。うわ、ちょっと待って、おお、雲に乗れる。奇跡が起きた。ここで鍵使うのか。あ、違う。は？いや、もう星はいないよ。もうすごい。え？うわ、残念すぎるだろ、それは。また雷のやつ来るじゃん。あ、また取れた。うわ、偽物。お花。あー、取りたいけど、これは。これでいいかな。 OK。 また赤コインこれあるか。なんか高得点狙えそうなので高得点を取ろう。 OK。 赤コインはそこにはなし。ちょっとオレンジがかった。これ、あー、花1個取ってなかったわ。あれ、鍵はどうなった。うわ、それは悔しいな。1個だけ取ってないところで外れると。鍵を回収し忘れ。なんだ、赤コイン全然取ってないで、もう81点。ごめん、難しい。もうごめん、難しいし長いな。トリキだるまだ。ゴーワールドにスロースキーリフトでゴー。バーセンさんがいるのかな。おー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 、すごい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 。あ、これは気持ちいい。あ、ここでコイン回収。いいね、足場にできるんだね。あー、いいね、これ。おら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 、すごい。サンドラの大冒険を思い出すな。よし、で、ここか。 OK。 なんか卵がサービス。ペンギンって空飛べんの、これ。面白い、ペンギン空飛べるんだ。うわー、これ難しいな。え、リフト来ない。え、ちょっと待って、リフトも来ない。え、受験部がすごいスピードでどっか行った。あー、来た来た。よし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 。いや、ちょっと無理しないで。マジで邪魔すんな、お前。余裕がないんですよ。これは取りたい。どこ？え、どこ？これ右に行けってことか。うわ、落ちたくない。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、簡単簡単。あ、スイッチ踏んだ方が簡単ですね。で、星のお守りが30になった。なんだここは。あ、行けないんだ。あ、雪が濃くなってきた。おお、この雪だるまは多分敵だな。誰が押したんだろう、これ。うわ、かわいそうに。よっ、おー、ほっ、あっ、あっ、あっ、よっ。危ない。おお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 。あ、中間は切っといた方が。また。うお、あっぶな。動かない雪だるま。え、あ、こっち見るんだ。怖いな。怖い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 。届かないって。うわー。うわ。赤コイン取る余裕がないです。え、どうしろっつうの、これ。こうか。ちょっと待って。こいつ踏めば、ウィーンって上に行ける。いいよ。こいつ踏めば、ウィーンって上に行けるけど、それ使わない方が良かったかな。危ない。あれ、リフト来ない。あ、来た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 。
上には落ちないっしょ。あ、よかったよかったよかった。あ、すごい、なかなかトリッキーなプレーをしてしまった。これで乗り換えがうまくいかないか。乗れ乗れ、よし。あ、もう行っちゃってよかったんだ。右、あそこ行ったらもうジャンプして右でいいや。よし、これだ。ボフと。ここに来る間にさっきから2回死んでしまいました。あ、乗ってていいんだ。パーン。よっしゃー、ゴール。リフトに乗ったままゴール。あれ、ゴールかわしてリフト乗ったままだとどこ行くんだろう。またそこで止まんのかい。よし。いや、ごめん、難しいわ。では今回はもう1個クリアしていきたいと思います。今度ペンギンだ。雪っぽい絵が多いな。ゴワールドさん、ツルツル氷の世界なんだ。一応話聞いてやろうか。ここは氷の世界。ツルツル滑って歩きにくいので気をつけてね。赤いスイカを食べたら炎を3回吐けます。四角い氷を溶かしたり敵をやっつけたりできるので使ってね。なるほど、これか。おーい、すんげえディフェンス力。あー、これはお花をこうやってやると復活するとか。よいしょ。あいつ焼きたいんだけど。難しいだろこの角度は。あ、そういう時に炎を吐いて、あ、炎を吐いて1個無駄にした。こうやって、あーこうやってやればいいんだよね。オッケー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 、簡単簡単で、ペンギンさんをお花に食べさせ、あ、食虫植物だ。入った。よし、勢いで勢いでいく。勢い、おお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 お、勢いでいく。勢いでいく。うまい。うまい。振ってくんなよマジで。振ってくんなよペンギンちゃん。上に吹かなきゃいいのか。ボーボーと待ってればいいわけですね。危ない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 。この子結構サクサク進んでいる感じがする。で、ここは卵補給。あ、え、欲しい。中間は欲しい。あ、スイカで、これで壊して中間と、あと2か。あ、そういうこと。ボーっと壊して取る。よし、よいしょよいしょ。これ赤ちゃんが死んでもダメだよな。え、うそうそうそ、危な。あー、これ結構腰を取り続けていかなきゃいけないのか。うわよ、無視。あ、そういうことね。ここなんかあるんだ。ここで復帰してこうで、これがなんかあるんだ。うーわ、あんまりいらなかった。星、まあ星30になったけどね。あ、ヘリコプター。あ、それこれボーナスか。うわー、あのペンギンに当たったら絶対弾かれるんだ。ちょっと上行こう。ちょっと上に行って、こう横、お、いい感じ。あ、うまいうまい。じゃあこうやっていくか。これ絶対当たったらそうなっちゃうってことね。あー、なるほど。最初うまくいったのは結構まぐれだった。あ、でもあ、まあいいんじゃないかな。いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。これ何回も挑戦できますよってことですね。卵ぶん投げちゃったものが早かったかもしれない。じゃあこれで先進みますか。お、
ああ殺されんのかと思った。雪だるさんだ。うわまたリフトか。もうアスレチック苦手なんだよな。いいよ。うわわわわ。大丈夫かな。雪だるまいすぎだろう。よし。あ。いやもう、あ、落ちてくれた。ありがとう。譲ってくれてありがとう。一応ペンギンさん取っておいて、うわ壊して、よし、でこれでそのまま行くか。危ない危ない、こう危ない危ない危ない。そろそろゴールだろ、このスピードを出してそのままゴール。あ、違う、ここだったのか。これは面白いです。これは本当に面白い。ここでスキーができるっていうのがな、これ面白かった。でもここ難しいんだよな。ジャンプジャンプで小ジャンプしたり、わざと大ジャンプ、 あれがね、花がね、ちょっと小ジャンプじゃなきゃ取れないみたいな、そういう罠があったり。よっ、100点取るのは結構難しかったです。で、これが雪が濃くなっていくんだけど、懐かしいな。最後大ジャンプがあったような気がする。よし、危ない。で、これで最後晴れてるんで、そう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 。わー、背景が鳥がいっぱい飛んでる。あ、やばい、転がっちゃった。まずいまずい。難しいよ、あれは避けないとこうなっちゃうんですね。よっ、危なっ。よっ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 、危ない。よっ、いったか、まだか。いった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 。オッケー、長かった。で、ゴール、オッケー。一回でも見せるとそのまま雪だるまになって怒っちゃうのか。結構シビア。で、これで5の3クリアと。得点は30点。あ、結構高い。87点。ではでは、今回はここで終わります。次は5の4の砦。うわ、なんか、あれだ、なんかケムクジャラナ的なやつだ。はい、次回もやっていきます。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンからお願いします。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。